信子は夢に届き、幸せは今手の中に溢れるほどにある。幸せがこぼれていかないように、信子はこれからも歩いていく。次の何かに向かって。ちむどんどん。店は大繁盛し、子供も無事に誕生した信子。そして落ち着きのなかった兄賢秀の結婚。こんなことが立て続けに起こった。優しい旦那様、頼れる家族、信頼できる料理人、信子のことを支えてくれるたくさんの人たち。信子は今とても幸せの絶頂にいるのかもしれませんね。しかしいつまでも絶頂というわけにはいかず、また何かが起こりそうです。第24週、油脂豆腐のセレナーデ第116話のお話は、信子と和彦の間に生まれた子供は竹彦と名付けられ、名前の通り健やかに成長していった。時は流れ、1984年、昭和59年4月、信子の店ちむどんどんは相変わらずの大盛況。しかし和彦は仕事のことで何か少し不満があり、そんな中信子たち親子は連休を取り、3人で沖縄やんばるに帰省することになったのだが、第116話はこのようなお話になるようです。第24週は4年の歳月が流れているお話なのですね。4年過ぎてもお店の方は安定して繁盛しているようなので、これからますます大きくなっていけるかも。しかし信子はお金儲けが楽しいわけではなさそう。ただ自分が作った料理を食べてくれた人が喜んでくれればそれが幸せ。そんな感じで店舗はそのままの大きさで、できる範囲でやっていくのでしょうね。そして帰省するようですが、何年ぶりに帰るのでしょうか。帰ったのは涼子の結婚式以来でしょうか。成長した息子竹彦はやんばるの自然が大好きになってくれればいいですね。しかし和彦の方は仕事に不満。何か行き詰まっていることがあるのか。沖縄をテーマにした本を書きたいという夢が叶えられないからなのか。第115話では初めてのお客さんで満席になってからしばらくして、ちむどんどんも年内の仕事納めを迎え、約束通り来てくれましたね。房子さんと平夫妻。信子の披露宴の時には顔を合わせただけでしたが、新たな年を目前に控え、こうして再びお酒を酌み交わすことができたのも信子のおかげですね。40年ぶりと言いながら味わうお酒も格別のようで、三郎さんもしみじみとその余韻に浸っていました。房子さん、三郎さんと多江さん、このお三方の中での過去のわだかまりやたくさんの思いがこの夜消化されて、年の瀬の寒い夜空へ消えてゆき、三郎さん、いつの間にかうたた寝してしまったようです。三郎さんもこの一年とてもお疲れだったのでしょう。その様子を安堵した表情で見つめる信子。房子さんが少し座ってなさいと温かい気遣いを見せていましたが、お客さんの入りが増えた一方で、新しいパートさんはまだ雇っていないのでしょうか。これから入院、出産も目前に控え、身内だけでお店の経営がうまくいくのか、いささか不安ではあります。優子さんと涼子が沖縄から駆けつけてはくれましたが、出産前後、しばらく働けないことも考えて、最低でも
一人は雇った方がいいです。この際、友人の早苗や青森から来た若子さんでも。小鉢に入った沖縄県の郷土料理である人参しりしり。スライサーで細くおろした人参、卵を炒めて調味料で味付けした料理で、沖縄の家庭では一般的に食されているようですね。しりしりというのは千切りという意味の沖縄方言で、語音感がとても可愛らしいです。沖縄では専用のしりしり機で作られているそうです。そして彼らが帰り、年越しを目前に控えて、矢作さん、奥さんと実家に帰省するようですね。出発の目前まで臨月の信子の体を気遣う様子は、以前まで料理しかしないと断言していた彼とは、打って変わって本当に変わりました、矢作さん。そして、フォンターナでの過去の自分をふと振り返り、お客さんを笑顔にと仕事に励むオーナーやシェフを鼻で笑い、自分の料理の技術のみを信じて突き進んでいた自分。自分の周囲への人間関係を、感謝をおろそかにしてしまった結果、傾き失敗したレストランの経営。借金地獄にもがき、苦しみ抜いた挙句に、再び信子と出会い、見つけた絆のぬくもりに触れて、働く上で何が一番大事かを見つけられたお礼を、瞳を潤ませながら、まっすぐな視線で信子に伝える矢作さん。プロの料理人だけでなく、人としてもものすごく成長を感じたシーンでしたね。それに対し、矢作さんがいなかったらここまでやってこられなかったと丁寧にお礼を言う信子も、初めて東京に来た日からたくさんの人生の経験を経て成長し、とっても大人になったと感じました。そして入院を目前にして、信子も慌ただしく荷造りと思いきや、厨房で料理を作っています。しかも食べながら。手伝いに来てくれた涼子が、いい加減にしなさいと怒るのも納得です。本当に信子は料理だけでなく食べるのも大好きなんですね。少女時代のやんばるの彼女が目の前に飛び出してきたかのようです。そこへ突然現れた賢秀、清江さんと一緒に登場で皆さんに紹介と思いきや、母優子の前でまさかやーの結婚宣言。当の清江さんもびっくりしている様子を見ると、おそらく智弘さんにも報告はまだなんでしょうね。息つく間もないまま、俺の嫁さんになってくれと突然ちむどんどんの店内で展開されるプロポーズシーンと、中身のない指輪ケースには度肝を抜かされました。いつも直球で無計画で、でも思いは沖縄の一番星のように強く、純粋なところはさすが賢秀です。でも周囲からの呆れた視線に、さすがに賢秀も気まずいのか、とりあえずいいってことにと弱気になったり、どこまで忙しい男なのでしょう、賢秀。それでも許し、いえ承諾してくれた清江さんには感謝の一言につきます。こんな彼でも彼女がそばにいて目を光らせてくれれば、今後一切怪しい商売には手を出されずに済みそうです。その清江さん、義母となる優子さんにこれだけはと自分の過去を打ち明けようとしていましたが、優子さんが優しく遮ってくれていましたね。賢秀と何があっても二人で力を合わせて乗り切ってくださいと
温かく背中を押してくれていました。その二人を信子を囲むように湧き上がる拍手。最高のシーンでしたね。そしてお祝いに自分のこしらえたお弁当を出そうとした瞬間、突然破水し迎えることとなった出産。病院までどうにか間に合ってよかったですね。慌ただしい中で駆けつけた茂子さんと奈美子さん。賢秀と同じくらい動揺しています。そしてどれくらいの時が経ったのか、病院の廊下に響き渡る産声。湧き上がる拍手、祝福の声は、病院の廊下だけでなく、ちむどんどんの店内にも溢れていました。こうして無事男の子を出産した信子。本当にお疲れ様、と背中をさすって言ってあげたいです。そして気になる名前は竹彦。実は茂子さんの名前の候補にもあったようですね。勉強ができなくてもいい、健やかであれ。その願いは和彦の父、過去に病気で亡くなられた文彦さんへの思いも重なっているのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。